巫女の忍び。どうした？大事ありません。それより今お米を。待て、顔色が優れぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か欲しいものはあるか？では柿を食べたいです。わかった。巫女の忍び、いらしてくれたのですね。柿だ。まことに取ってきてくださったのですね。食え。はい、いただきます。忍びよ、お手を。だが。もう大丈夫です。お手を。わかった。豊かな実りをあなたに。礼を言います。巫女の忍びよ、いただいた柿のおかげでたくさん実ったようです。よければ流飲の巫女にも差し上げてください。わかった。巫女の忍び、ようこそおいで。好奇だ。はあ、食え。はい、いただきます。はあ、やはりこれほどおいしい。そうか。すみません、お米が また。さようなら、あなたの行く末。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩寵、お守りしたいだけにございます。お主も竜院に見入られたか。話すことはない、猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。
上、生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い巫女を捨てる。はい、起きては絶対主よ。巫女。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動も、これはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が立たぬ。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。前へ。私にはできぬ。
再び修羅を切ることどうとはな。Thank you.
しろよ。きっとやれぬか。待たせたの。だが、こちらの守備も上々じゃ。しかし、老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。足名もナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我武士ゆこんざえ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。